セーブしてたか教えましょうか。ダビ声みたいでずっと喋ってました。なぜセーブしてたか言いましょうか、聞いてください。言ってごらん。何、お気持ちが届いたからです。もう竹尾さん何色よそれ。もうオッケーな、オッケー、来た来た来た。はい、キングください。占い師の可能性がある。あ、そっか、占い師の可能性あるのか。じゃこれあげるね。あ、はい、ん、ミックリームいや、早い。あん、セキュリティ、セキュリティで死体発見なんですけど、あの、俺が武器庫でなんかやってたら、あの、はっちゃん、はっちゃん、はっちゃんかな、すれ違って。え、うん、え、で、はっちゃん、はっちゃん、で、キッチンセキュリティって追いかけてったら、あの、都心さんの死体があって、はっちゃんの足だけ見えたんですよ、右側に。だから、はっちゃんエレキにいなかった。いない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 。え、コピーがめっちゃおるな。モーフィングと、あれと人形使いか。え、俺の声聞こえてた。いや、聞こえなかった。聞こえなかった。俺、宿舎右にいるよ、俺。そうだ。え、どんだけコピーしてんねん、おい。確かに似たよ。え、どっちむちゃくちゃやん。どっちも似せってこと。え、じゃあ、はっちゃんさ、そんなこと来たよ。サンプル取られないと、姿変えられないんですよ。うんうん。わきもそうだね。脇もっちさ、宿舎前いたよね。あとね、誰とすれ違ったっけかな。はっちゃん、はっちゃん、すれ違いやったけどな。普通に。はっちゃんなんてちゃうの。もうないだろ、出るちゃん。とりあえず、メス兄に謝りに行かな。はいはい。 VHS ね。 TSV って言ったでしょ、さっき。 VHS か。 VHS。 VHS。 ビデオテープ。 VHS。 言って、言ってよ。 VHS ですよ。 VHS ですよ。なんだって。え、でも VHS でしょ。だから言った、さっきそうやって言ったって。巻き戻して言ったでしょ。あ、言ってる。言えてる、大丈夫だ、言えてる。ベテです。あ、言えてる、大丈夫。ズズ。あ、イズや。イズの方。イズだ。イズだ。ズズじゃねえよ。イズだ。イズだった。イズ。イズ。イズ。ズズじゃない。イズの方か。イズの方やった。ズズは、ズズはイズ。でも偽物のズズとのちさん一緒にいたからのちさんではない。うん。なんなら俺先に抜けてませんか、俺。審査ゾーンに抜けたはずです。あ、それが聞こえたのか。本物のズズおらんやん。本物のズズ来たやんけ、最後。本物のズズは、本物のズズは、最後バカ面してきた。誰がバカ面じゃ、バーカ。サッカーバカが、バーカ。サッカーテンションバカ。怒っちゃってんの、バカってこと自覚してんだ、イエーイ。めっちゃくちゃ、やつは。顎出して喋りやがって、バーカ野郎。はい、じゃあ議論どうぞ、続きを。はい、最初中野地ネロちゃんが右上のテレビに行ったの。ズズが、ズズが誰とすれ違ったか言えば議論がつまるんじゃないですか。はい、バカはバカなりに考えてください。はい、バカなんで覚えてます。あなたに教えません。あなた以外、あなた以外でしょ。あなたには教えません、絶対に。仲悪くしないでよ。いやです、教えません。情報落としてよ。言っても、いや、言いません。やだです、バカ面は喋りますって。バカなんで、バカなんで、僕。わかんないんで。言いません、バカなんで、俺。
あぶねえ。いるよ、ズズだよ。そうだよな、多分。そ、あいあい。ズズくん。はいはい。謝りに行こう。一緒に。うん、行く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 。謝りに行こう。ね。え、でも俺が悪い。いや、悪くないよ、ズズ悪くないけど、先に謝った方が、ね、あの、大人だから、お兄ちゃんだから、ズズの方が。絶対人形だろこれ。おい100人形じゃんこんな。あーすいません、ごめんなさい、ごめんなさい。人形ぶってた、ぶってたんか、ぶってたんか。すいません、謝り行きましょうよ。マジかよ、よくないから。いやだって、いや尺だよ。わかるけど、メスさん探しに。あ、カメラでも見るか。でも俺悪くないから別に。わかるけど、お兄ちゃんだから。これなんだ、あ、ここがびっくりした。メスさん見ました？メスさん見ないんだよ。あ、いたいたいた、赤ビニール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 。なんで俺が謝るの？みんなが探してたよ、みんなが。ね、あ、いたいた。ねえ、本物だろ、その汚ね口笛。おい、なんか言ってみろ、この中。おい、乗った乗った。おい、こう言って汚ね口笛吹いてねえで。メッサン、はいはい、メッサン、仲直りしなって。スズ君が言いたいことあるって。なに、汚れ声なのに口笛汚れるとか言ってんじゃねえよ。おい、ずーずー、謝るって約束したじゃん。汚れ声なのに口笛汚れるとか言ってんじゃねえよ。お前が謝るって約束したじゃん。お前が言ってんじゃねえよ、そんなこと。ずーずーちゃん言ってんじゃねえよ、そんなこと。もうついてよ。おい、いや、メスから謝ろう。じゃあ、メスから謝ろう。謝ろう、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 謝るって、うん、どっちか謝らないと。まずメスさんも謝るって。ほら、お前人に汚ねえ声とか言ってるけど、お前も別に綺麗な声じゃねえからな。自覚しとけ、バーカ。メスさん、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 苦手んじゃねえぞ。その、なに、その衣装かっこいいと思ってチョイ、チョイスしてんの？ねえ、そ、あー、ズズー、ズズー、お前、ごめん、ごめん、ブーバーが死んだ。おい、どうなってんだよ。何してんだよ。デミカ両成敗。死んでんだよ。何してんだよ。ズズとメスがおめえがごちゃごちゃ言うからだろうがよ。死んじゃう。何がごちゃごちゃごちゃ言う。そっちから喋っててこうなってんじゃん。おめえからよ。おめえからよ。喋ってたこうなってんだ。お前のせい。いや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 。俺はセーブしてたぞ。してない。だいぶセーブしてた。いや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 。なぜセーブしてたか教えましょうか。ダビ声みたいでずっと喋ってました。なぜセーブしてたか言いましょうか。聞いてください。言う、言ってごらん。何、お気持ちが届いたからです。注意です。僕何も言えねえわ。お気持ちが届いたからちょっと今日は静かにしてましたが、もうどうでもいい、もうどうでもいい、もういいよ。もうどうでもよくなっちゃったよ。今日は割とセーブしてた。うん、割とセーブしてました。もうどうでもよくなりました。だから話もさっき途中で切ったんだ。どうぞ会議進めてくださいって言うたんや。変だなって思った。そうです、変だ、大人なんです。思った、うん、大人なんですよ。うん、怖いんですよ、お気持ちは。やっぱり、うん、お腹痛い。うん、もう現世の話何も聞いてねえわ。だいぶハイ。あ、じゃあラッパーかな、ラッパーだろ。ズズメスネロ、ズズメスネロ、ズズメスネロ。じゃあ下に来てください。はい。あ、これ金さんやね。はい、じゃあ目つって。はい、じゃあ習います。お願いします。お願いします。はい、じゃあムーズ目を開けてください。どうぞ。はい、はい、どう。いらねえ。あら、おー、メロちゃん。いらないよ、堂々と来ちゃった。いや
やいやいやいや、僅差僅差、どこが僅差僅差僅差、いや惜しいな、残念だったな、ズズ始まる、負けてんで、残念だったな、あなたも結局負けてるんで、ネロちゃんに僅差なんで、いやいいです、俺はもう3人入れてくれたことがもう俺は嬉しい。違う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 、その3人。お前はゼロ。その3人はバカみてえに目隠して、目隠してたんだろうな、バカみたいに。バカみたい。もういいよ。どうせまたな、お気持ち送ってくるやついいんだろ。お気持ち DM、お気持ち DM 来てちょっと静かにしてたけど、もうどうでもいいぞ。もうどうでもいい。もういい、どうでも。お気持ち DM 来たからちょっとだけセーブしてたけど、もうどうでもいい。ああ、遅れ100通でも1000通でも、なあ、遅れを俺はもう屈さない、屈さない、屈しません、もう屈さない、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 もう一回、あ、もう言いました、言いましたよ。静かにしよう。こういう時は静かです。ありがとうございます。いや、もう言ったわ。もう言ったわ、お前の、お前らの裏でやったわ。もう今。あるよ。あるよから全部やったよ。あるよから全部やったからね。実はやった。区切りをちゃんとしないと、また、お気持ち、お気持ち届くよ。なんで俺に、なんで俺にしっかりしろ言うの。区切るんだよ、いいところで。なんで区切るんだよ、いいところで。引き際を覚えろ、バカが。誰が言うとんねん。一番わかってるおめえだよ、おめえ以外誰、それすらもわかんねえのか、バカが。おめえしかいねえだろ、バカ。おめえ、配信はおめえしかわかんねえだろ、バカがよ。ありがとう、あなたが自分で、ありがとう、ありがとう、ありがとう、聞こえねえんだよ、バーカ。耳が、ね、自分の声で聞こえねえんだ。自分の声がでかすぎて。いや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 。だからね、誰が自分の声って言いました。自分の声で周りの声です。聞こえないんだね。いやいやいや、俺はちゃんと聞いてます。お前はどうせ、自分のことを、なんか一方的に言って気持ちよくなってる、バカのパターン。うん。そのまんまですよ、あなた。そのまんま。そのまんま。そのまんまって言って、お前は、お前のロジックが何